本日2024年、11月28日、14時、32分、先ほどの、セイントセイヤの件の続きなんですけども、今、動画でアップロード中で、ちょっと画面遮光とかあって、申し訳ないんですけども、反射の方です。で、これ、見てください、日付のところ。ごめんなさいね、ちょっと角度変えますね。これ、後ろの電気かな？カーテンかな？もちろん。カーテンかな ?28日。怒涛のラッシュで。昨日ね、まあまあ、筋トレとかをした後、シャワーを浴びるっていう方法で、シャワー浴びてたんですけども、笑いながらシャワー浴びて。いろいろ思い出して、面白い話とか、おかしい話とか。で、気がついたらね、いつも脱衣所、さすがに11月下旬ぐらいから、シャワー浴びるときに、脱衣所はストーブ使ってたんですよ。風呂は今年まだ一回も沸かしていませんよ。1月1日込みですよ。160リットルとかの冷水を、沸かしたりする方が、すごいガス使いますから。エネルギーの残存の問題ですよ。で、そこで、ちょっと。エネルギーの残存の問題で、面白い話込みで、まあ、社会の皆さんにいろいろと楽しんでいただきながら。これ本当はこれでしたら売り上げ上がるから、そうそう。ちょっと見てみようかな。なるから、セイントセイヤとか、基本的にある程度の良作とかを、どういうふうにこの人は踏ん張って、修正してきたのかとかね、元のネタとかは、ああ、こういう部分はしっかりし、ああ、そういうことなのかっていう部分と、それを言った。漫画はどこまで行っても漫画っていう部分と、ただ、この話を元に、そのアニメとかを見たときに、セリフとかの声優さんとかはね、すごいこう、大真面目に、まあ、物語をね、進行してくれてるから。だから、最終的にね、こう、感動するような話とかになるんですよ。まあまあ、あんまり、その感動の話イコール、ひどい話でもあるから。やっぱりちょっと、こういう面白い話を込みにしといた方がええんちゃうか、いいんじゃないかなって思ったりとかするんですけども、先ほどね、もう今、この公開予約っていう、これ一応45分ぐらいになったら、まあ公開されるんですけども、セイントセイヤ、先ほど、冥王ハーデスですが、っていう、これもう題名見てもらったらわかると思うんですけども、まあセイントセイヤのね、話しています。もともとエネルギーの残存量問題で、ロケットで冥王星には行かせない話から、冥王星に住所はないからですって。取りつかれる件ですよ。アーロンっていう心優しい少年にね、冥王ハーデスがこう、取りつくっていう話にしとくんだと、これ、それ、子供の頃さ、二度も仲良しやったんやろ。まあ、そういう話もあるんですけど、途中で、その、セイントセイヤの、その、レオ、獅子座の、ゴールセンド、アイオリアのそのライトニングプラズマの話をこちらの動画でしています。まあ、そこで、僕、獅子座生まれっていう、あって、その電流の話。ゴールセイントは電気の伝導率 87%、一番高い伝導率だから、ライトニングプラズマ。本当は最強は、ちゃんとなんかね、百獣の王はライオンだとか、だって、キャンサーのデスマスクとか、そんなやつの、強かった。みんな受け入れられないでしょ。技も変だし、赤色冥界は、そのままちょっと、ハーデスの住所、本当にあるかと、探しに行ってきてもらいます。ジミーの歌子さん。空間入り込む。そのうち、二人とも、強行に、ボソッと言い始めるわ。会見が終わった後、くるっと翻して、こう出ていくときに、どうせ俺はいつもこの役ばっかりやから、って。ジェミニの、
ゴール線と、もう、ネタバレになりますけども、教皇が、まあその話はちょっと一旦置いといて、強硬な話あとでもう一回しますけど、もう先に強硬な方の話します。強硬が強硬のように振る舞って、もともとそういうふうな話でね、あの同級生の妹があの深田恭子っていう名前でテレビに出始める。でその、まあお兄さんは2人いるんですけども、長男の人の方の声で先ほどそのアイオリアのそのライトニングプラズマの、ね、そうで電気の伝導率、金が一番伝導率が高くて、ゴールド 87% 遮断でき、補足していたものをコンピューターがその人の声聞かせてみて、先ほど出勤払って、アイオロス笑ってまうわ、真面目な低い声で言ってくるんです。というわけで、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いします。動画の方で天気をね、だいぶ戦って、これ巻き返してだいぶ明るなって、もう雲がほら雲の方がもう避け始めてるでしょ。時間ちゃんと撮影してる、まだ数分しか経ってない、すごいでしょ、北風は許さない話、エネルギーの残存の問題がある、こっちは南の方はもう万端や、このまま雲を全部撤廃させる。本当に。あの人の笑いってそんなにすごい。全部基礎ができてやる人は聞いたらもう全部笑い話のように見えてくるから。で、いざロストキャンバスを真面目に見たときに、ああ、これはその話いるわって思いますよ。最初の10話以内で、本当に最初の10話ぐらいであれぐらい、あれぐらいのペースで進まなきゃならない、そうそうの雰囲気で漫画の本借りに行ったんですよ。なんか、いい漫画ないかなと思って、なんか、最近、早々のフリーレンが、なんか人気がどうこうみたいな形で、曲も、YOASOBIっていうグループが、曲を提供して、でもその頃には、水星の魔女とか、いろんなタイアップとかもあって、世界中に、こう、いろいろ曲を配信してるから、海外の人のコメントとか来てると。で、再生回数も多く超えてると。ああ、力入れて作ってる作品だなって思ったんですよ。思ったんですけど。話が全然進まなくて、ただただ出てくるモンスター倒してるだけで。あっかん、これ。早々のフリーレンは早々にご退場や。無理やから。曲だけでどうにかなるかって言ったら、それはそれで無理や。良い曲と、まあ、どこまで良い、曲ごめんなさいね、もう忘れたからなと思うんですけど、曲、良い曲、それに合った内容で良い曲、プラス、作品のクオリティそのものが良くなかった。もうどうしようもないっていう形でね、ちょっと天気、だいぶ。だいぶ変わったでしょ、向こうの。お前全力でするならここまでだっていうぐらいに、まあこの中でね、番号見てもらったら分かると思うんですけども、まあちょっと以前撮影したね、サイバー攻撃とかでまだ動画をね、公開してないもの、まあこういったものをね、上げていて、今日ですよ、全然と思った。まあまあ、というわけで、結構な動画上げてますけど、皆さん閲覧してもらって、
電気ぐらい人間がどうにかするものだと、あの昨日暖房を使わずに、昨日は一日中暖房を使ってないですね。シャワー浴びる時ですら脱衣所暖房なしで。まあまあできる方は、ぜひ、チャレンジして、ご参加のほどよろしくお願いいたします。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。言ったらなんかちょっと曇ってきたな。どういうことやこれは。まあ余計な業界の人たちとかは、いや、頭の中よぎった人じゃなくて、それは先ほど道通ってた人、全然知らないと思うんだけど、まあ、動画見て楽しんでもらえたらなと思います。以上です。